7月11日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反発しています。今日の全引けは90円15銭高の32,279円88銭となりました。トピックス東証株価指数も 2.91 ポイント高、 JPX 日経400 36.73 ポイント高とそれぞれ反発です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 60% の1095銘柄、これに対して値下がりが約 35% の649銘柄、変わらずおよそ 5% の90銘柄という全引けの構成です。全体の約6割が上昇しています。トピックス規模別株価指数はいずれも上昇、大型中型小型揃って上げていますが、大型株はわずかな上昇にとどまっています。それよりも中型小型の方がしっかりした展開というのが今日の全引けです。機内は最近としては少なめといっていいレベルです。全引け段階での東証プライム市場売買高6億800万株余り、6億株をちょっと超えた水準、売買代金が1兆4930億円、1兆4000億円台でとどまったという今日の全引けの売買代金です。一活況の目安とされます1日通して3兆円、そのまた半分目安と全引けの目安となります1兆5000億をわずかではありますが下回って取引を終えています。最近は代金が1日通して3兆円を超えることが通常のボリュームとなっており、日によっては4兆円近いあるいはそれを超えるという日もあったというのから見ますとトーンダウンしているという今日のボリュームであります。今日は朝方から買い注文先行して日経平均株価反発しました。昨日まで5日続落しておりまして、合計で1500円以上下げてたということなどもありまして、自立反発狙いの買いが入りやすくなっていたという面があります。それに加えまして昨日10日のアメリカニューヨーク株式相場が上昇したということなども追い風となりまして、買い注文が先行、日経平均株価午前10時前の時間帯には270円余りに上げ幅を広げる場面もありました。もっとも、その後は為替相場がじわじわ円高ドル安方向に触れたといったことなどもありまして、やや上げ幅を縮小、輸出関連株などには逆風になったという見方もありまして、自動車株などが軟調な展開となり、全体も全引けにかけて伸び悩む展開、結局日経平均全引けは90円高という小幅な上昇にとどまっています。そういった中で今日個別で上昇が目立った銘柄としましては、半導体シリカンウェーハーの大手サムコ3436が商いを伴って上昇、4日ぶりに反発しています。サムコが佐賀県に新設を予定しております新工場に経済産業省が最大で750億円の補助を行うという報道がありました。これが素直に交換された形です。商いを伴って上昇しています。逆に下げた銘柄としましては、ドラッグストアチェーンで国内最大手級のウェルシアホールディングス3141が商いを伴って大幅安 10% を超す下落で全引けとなっています。こちらは昨日の取引終了後に今2月期24年2月期の第一四半期決算を発表しました。3月から5月期の決算、これが純利益で 19% 減益と低調だったことが嫌気されています。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。